始めるぞ。それじゃあやるかい。みんな行くわよ。よう、腹ペコ王女ご一行。こんな暑苦しい場所で会うとは奇遇だね。あなた様はバンディシスターズの長女のヤマト様ですね。奇遇とかとぼけてんじゃないっての。どう見ても待ち伏せしてたでしょあんた。ジオゲヘナまで私の王家の装備を狙ってきたんですか。そうはいきませんよ。だからそう言い切り出すんじゃないよ。王家の装備を諦めたわけじゃないが、今日は別の用事で来たのさ。別の用事？もしやリアさんとコッコロ様が作ったお弁当を狙って。あげないよ。ああ、んなもん取るつもりはないよ。うちには飯炊きの得意な妹がいるんでね、食うにゃ困ってないんです。けど用事ってのはその妹たち絡みのことだね。そうだ、そこの騎士の坊や、あんたにちょいと責任ってもんを取ってもらうんじゃない。主様に。ちょっとあんた何やったのよ。おいおい、とぼけてんじゃないよ。私の可愛い妹たちを傷物にしてくれただろう。嫁入り前だってのにさ。そりゃ戦いましたけど、でも挑んできたのはこちらからでしたし、お兄さんは悪くないですよ。兄様？簡単さ。あんた、私の弟になりな。ダメですよ。なんだかよくわからないけど、すっごくダメな感じがします。そうよ、バカなこと言ってんじゃないわよ、あんた。主様を盗賊の一味とするわけには参りません。なんだいなんだい、どいつもこいつも顔色真っ赤にしちまってさ。ここは酔っ払いのたまり場かってんだ。まあいいさ、文句があるってんなら相手になってやろうじゃないか。はい、口を吸い。縁も竹の音。最後まで付き合いよ、アルティマス・アバロン。グッバイ。やるじゃないか。いつまでもつかよな。この世に全てを、火力を集中させれば、エングラス・アロン。やるじゃないか。楽しもうか、フィッシュアウト。そこだ。うれしね。この世に全てを、火力を集中させれば、エングラス・アロン。な、行くよ、ヒヨ。ようこそ歓迎しよう。剣の解放、世界を変われ。縁も竹の音。最後まで付き合いよ、アルティマス・アバロン。グッバイ。いつまで持つかな。まだ階段行くよ。本気の一撃だ。こいつで決める。一刀両断。なかなかだ。ほっ、フィッシュアウト。やったね。私だっていつまでも。この世に全てを、火力を集中させれば、エングラス・アロン。すごいね。しっかりしなさい。花の奇跡をここに。フィオレ・フェリチータ。狂気の時間だ。縁も竹の音。最後まで付き合いよ、アルティマス・アバロン。グッバイ。ゲームオーバーだ。たまりな。うりゃ、行くよ、本気の一撃だ。こいつで決める。一刀両断。なかなかだ。支援しちゃうよ。うりゃ、まだこ
すべてを火力を集中させれば、エングラスアロー、なかなかだ。はっ、やっちゃいなさい。かかってきな。縁も竹の尾だ。最後まで付き合いよ、アルティマスアバロン。グッバイ。みんな頑張って、狂気の時間だ。縁も竹の尾だ。最後まで付き合いよ、アルティマスアバロン。グッバイ。この世に全てを、火力を集中させれば、エングラスアロー。ナイス、守ってあげる。目覚めの時に花の奇跡をここに。フィオレ・フェリチータ、頼もしいね。外大無双の方、こいつで決める。一刀両断、なかなかだ。行くよ、フィオ。ようこそ歓迎しよう。剣の解放、世界を変われ。この世に全てを、火力を集中させれば、エングラスアロー。なかなかだ。クラッサ、縁も竹の尾だ。最後まで付き合いよ、アルティマスアバロン。グッバイ。やるじゃないか。いつまで持つかな。頑張りましょう。はい、縁も竹の尾だ。最後まで付き合いよ、アルティマスアバロン。グッバイ。死ぬ。この世に全てを、火力を集中させれば、エングラスアロー。なかなかだ。行くよ、本気の一撃だ。こいつで決める。一刀両断、なかなかだ。しっかりしなさい。花の奇跡をここに。フィオレ・フェリチータ、やったね。います、ゲームオーバーだ。くたばりな、うりゃ。この世に全てを、火力を集中させれば、エングラスアロー。やるじゃないか。縁も竹の尾だ。最後まで付き合いよ、アルティマスアバロン。グッバイ。なめないよ。はあ、運試しだ。楽しもうか。それ死ぬ。いくよ、本気の一撃だ。こいつで決める。一刀両断、縁も竹の尾だ。最後まで付き合いよ、アルティマスアバロン。グッバイ。この世に全てを、火力を集中させれば、エングラスアロー。な、狂気の時間だ。縁も竹の尾だ。最後まで付き合いよ、アルティマスアバロン。グッバイ。強く、鋭く、これでどう。この世に全てを、火力を集中させれば、エングラスアロー。ナイス、目覚めの時に花の奇跡をここに。フィオレ・フェリチータ、サンキュー、フィオ。行くよ、フィオ。ようこそ歓迎しよう。剣の解放、世界が変われ。そうの方、ちょっといいものをもらっちまった。ブドウ酒の瓶が割れちまったじゃないか。ったく、やっぱりこの人はとっても強いです。でもちょっとあんた、前にジオテオゴニアで戦った時の方がやる気あったような気がするんだけど。別に手加減とかってわけじゃないから。さっきも言ったろ、今日は話し合いに来たんだっけね。それじゃあ本当にお兄さんを弟にしようって。おお、ともさ、何度も噂すんじゃないよ。お断りします、フレシオ様。姉は足りてるので。ああ、そこの子豚っ子、何言ってんだい。つまり
フレシオちゃんのお断りの理由って、お兄さんのお姉さんになったらヤマトさんはお兄さんの妹であるフレシオちゃんのお兄さんになっちゃうからってことですか？うん、ノーサンクス。姉や兄という単語が交差しすぎて何やら混乱してまいりました。それに私も姉様は入りようではないのですが。遠慮なんかすんじゃないよ。妹が2人でも3人でも10人でも大して変わりゃしないさ。お？さっきから話がいまいち噛み合ってないっていうか、ヤマトさん、もしかして…姉さん！あれは、バンディシャーク号です。よう、若菜。お前さんも一杯引っ掛けに来たのかい？違います。もう姉さんたらこんなに酔っちゃって。ジオゲヘナの香炉やヤシオウリが好みだからって、飲みすぎるから。ああ、やっぱり酔っちゃってたんですね。全然顔には出てませんでしたし、喧嘩腰なども前と同じでしたから違和感あんまりありませんでしたけど。ほら若菜、つまみ作る。それがゲーだ、腹踊りだ、脱ぎな。脱ぎません。ほらもう姉さん帰るから車に乗って。吹雪ちゃん、はーい、まったねー、ジャコお兄さんたち。ほら、ふぶき、あんま許すんじゃないよ。うわー、入っちゃダメー。なんだったの、今の。酔いどれに絡まれたといったところでしょうか。みんなお疲れ様。アキラ、後片付けはあんたがやっときなさいよ。一人で人使いが荒いな、妖精さんは。